はい、どうも、コミです。さて、本日はこちらですね。リーダーオブジャパンということで、宿屋のおっさんさんという方がですね、主催してくれた各クランのリーダーだけが参加できるというですね、特別対戦です。で、このね、対戦、ご本人宿屋のおっさんさんが YouTube 上で生配信をされていて、すべての前回をこうね、リプレイ再生して、動画を残してくれてますんで、それまだね、ご覧になってない方はぜひ、見ていただければなというふうに思うんですけども、私はですね、その中から、自分的に、MVP だと思われる方を選ばさせていただいて、で、その方のアタックをですね、中心に、ご紹介したいというふうに思うんですが、ですね、私的な MVP はですね、なんといっても、この方ですかね。2回ともですね、かなり圧倒的ですごい、前回を取ってくれた、ですね、出てこない。どこにいるんだ、ちゃまるさん。あった、いた。ちゃまるさんですね。この方のアタック、特にこの、2回目のアタックがですね、えげつないぐらい自分的にはうまいと思っていて、それを見てほしいと思います。で、合計今日3本ですね、ちゃまるさんの攻めを2本見てもらいながら、もう1本はこの1本目のアタックに非常に近いような、攻め方で前回を取っているミスエルジさんという方のですね、アタックも見ていただきたいというふうに思います。で、天才、ラバルーンですね。で、このクラン城と投石及びその周辺にあるエアスイーパーとをまず天才パートで片付けるんですけども、これね、何がすごいかっていうとですね、ちょっとすいません、一旦止めさせてください。1分だけちょっとね、話をさせてほしいんですが、これ壊すっていうのは多分ね、定石なんですね。でもその後壊したい施設っていうのは、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン、あと投石機もあって、タンホールもあるわけですね。で、どっからヒーローパートを入れていくかって感じで考えるんですね。そうすると、今要はこの4つのエリアですよね。1、2、3、あ、3つのエリアか。この3つのエリア。で、それをね、自分どうしても考えきれなかったんですよ。ここまでもちゃまるさんと同じ風に考えたんですけども、どこか、2箇所を壊したいんだけども、どこか1箇所を壊して、ルートを作るのがすごく難しいんですね。例えばですよ。例えば、ここ壊した場合っていうのは、こんな風に壊れるじゃないですか。そうするとラバルーンのルートが、こうなってくる。で、ここからボマー入れたとしても、シングルインフェルノがあるんで、なかなかやりにくいし、で、一方でタンホール周りっていうのは、ちょっとね、トルネードトラップとかもあったりするだろうから、万が一ボマーが事故っちゃうと、タウンホールが壊れずに星1のリスクがある。じゃあこっち壊したらどうかっていうと、相手のアーチャークイーンとロイヤルチャンピオンが2人とも残っちゃうし、おまけに投石機も残る。で、さらにですね、ルートが作りにくいんですね。こういう風になっちゃうから、ここからバルーンが割れちゃうじゃないですか。で、逆から行った場合には、最初分散しすぎちゃって、ちょっとやりにくいなっていうんで、すごいね、この施設、うまく、スーサイドラバルを決める形が作りにくいと思ったんですけども、じゃあどんな風に、ちゃまるさんがこれを攻略していくかってとこなんですね。見てもらいたいと思うんですが、まずはね、ババキンと、アチャクイを使っていくんですね。で、そのターゲットは、当然ここですね、相手の、アチャクイおよびロイヤルチャンピオン、これを潰していくということですね。アイスゴーレムもしっかり入れながら、ウィザードでこれサイドカットをね、禁錮してるってとこもなかなか憎い仕事をしてますね。ちょっと途中でやられちゃいましたけども、そういう細かいところも気を使ってます。で、並行してね、これ、タウンホール周りにロイチャー当ててくんですね。で、これがね、うまいんですよ。相手の、アーチャークイーンとロイヤルチャンピオン両方とも、キング・アーチャークイーンの夫婦コンビで、破壊していくっていうのはなかなかリスキーで、結構これギリギリではあったんですね。ロイちゃんをなんとかギリギリクイーンが倒したというところなんですけども、一方でロイヤルチャンピオンパート見ていきましょうか。これは、相手のトルネードドラップを回収しながら、タウンホールの、周りの施設をむき出しにするというか、タウンホールの周りを完全に壊しきりますよね。で、中から出てきたのがスニーゴブとラバーハウンド。で、これに合わせて手持ちのラバーハウンドとバルーンを一気に展開していくんですね。で、こうすることによって、施設がもう直線的にこう並んでいる。何度か自分の動画の中でも言ってますけども、ラバルを回すときの一番理想的な形は直線です。L 字じゃないですね。直線を作れるのが一番理想なんですけども、しかもエアスイーパーの向きっていうのもこれ逆だから関係ないですよね。はい。で、この直線ルートっていうのを、
まずキングとクイーン、あとロイヤルチャンピオンをそれぞれ分けて使うことによって作り出したという、この相手の火力のバランスを見ての、なんていうんですかね、ユニットのその配分の仕方、まあ、そこも非常にレベルが高いんですが、さらにそこからタウンホールを突撃艦で壊し、で壊してからの、出てきたラバハウンドを、スタートの合図にしてラバルを展開していくっていう、この順番ですね。自分のよくやるパターンの中には、ラバルを展開しながら突撃艦を投げていって、でその突撃艦の中に入っている、ラバハウンドが途中からラバル部隊に合流するっていうパターンも、まあ、よく使うんですけども、今回のパターン、タウンホールがこうどうしても残っちゃうっていうのはもう分かったと思うんですね。ちょっと見にくいからもう一回こうしましょうかね。残っちゃう、この残っちゃうタウンホールっていうのをもうあえて残らせておいて、突撃艦、まあ、今これウォールバスになってますけども、突撃艦を当ててからラバルっていうね、こういうなんていうのかな、ステップの組み立て。でさらにそれをするために、この周りに施設があったら、この邪魔なんですよね、こういうところに施設があると、ごめんなさい、あると、まあ、当然ながらこの区画っていうのを、バルーンで壊していかなかったらルートが作れないじゃないですか。でそれをじゃあロイヤルチャンピオンで壊す。でこれね、盲点になってるのは、相手のタウンホール周りって投石機とか援軍が置いてあるので、それ以外の施設って弱いんですよね。こういう風に見てもらうと分かる通り弱いんですよ。弱いので、タウンホールさえ起動させなければロイヤルチャンピオンで一掃できるっていうね、そこの発想ですよね。まあその天才を使ってさらにタウンホールを起動させない前提で相手の火力を読んで、そこにロイちゃん当てる、この発想、さらにそこからの突撃艦、ラバハウンド、このね、もうコンボがもうえげつなくて、いやこれはアイデアなかったなって感じですね。もう本当に勉強させてもらいました。素晴らしいねアタックだったんじゃないかなっていうふうに思います。これ私の今回の、全ての100回攻めているうちの、ナンバーワンアタックですね。はい、というところでですね、同じような発想で攻めているのが、このミスエルテさんなんですね。これ見ていきたいというふうに思います。で、このパターンはね結構、やっぱ天才使いたくなりますよね。相手の援軍投石機、あとエアスイーパーにアーチャークイーン、これをまとめて、ライトニング7発プラスクエイク1で追っていけると。今これは完全にライトニングを打つタイミングになってますね。アーチャークイーンがこの、クラン城と投石機の近くにこうね寄ってきたとき、この3施設の中心部分、ここですね、で打っていくというところですね。一気に7発打ってアーチャークイーンが動く前に仕留めると。で、その後やっていくこととしては、おっとまた邪魔なもん出てきましたね。ここですね、ここのエリアをアーチャークイーンとロイヤルチャンピオンで壊していくんですね。で、ロイヤルチャンピオンとアーチャークイーン、これもですね、やっぱり分けて使っていくんですね。空が上手い人ってやっぱりこういう使い方をするんだなっていうのがね、まだ自分の辞書の中にはちょっとない。で、相手の小爆弾をちゃんと回収してからのウォールベーカーカーバーゲー、これも上手いですね。ロイヤルチャンピオンパートにおいては、ババリアンキングを縦にして、で、後ろからロイちゃんで刺していくと、クロスボウのダメージが全部ババキングっていってるので、ロイちゃんは、まあ、それに延命してますね。で、アーチャークイーンパートは、アイスゴーレムを縦にしながら、アーチャークイーン、クロークを発動して、相手のロイヤルチャンピオンとシングルインフィアを追っていきます。で、ここから残念ながらね、ちょっと、このイーグルが残っちゃうんですね。で、残ってしまうイーグルに対して、このね、バルーンの当て方、これもうまいですね。で相手の赤バルーン、黒バルーン、黒風船、赤風船回収してからの、さらに本体のバルーン2機が、ここの、ね、イーグル方に到達するように追加で出してます。エアスイーパーで吹かれてますから、じわじわ到達しますね。で同じですね、これも突撃艦でもって相手のタウンホールを落として、まず範囲攻撃であるタウンホールを潰しますね。潰し終えたところで一気にラバハウンドバルーン部隊が展開開始という形。もうこれは完全に、なんだ、ここのエリアを仕留めにかかってますね、このエリアを。仕留めるために、もう完全にバルーンを、こんな形で、あ、ごめんなさい、ちょっと、なんかさっきからうまく、動かせてないですね。こんな形で、ガッとね、四方八方から寄せていって、最終的にここに集めるというような形をとってますね。まあ、なんていうかな、カットが終わった後の形が、こんな風にちょっとね、まあ、ややこしい形になっちゃってるんですね。なので、先にタウンホールを壊すことによって、ここを無力化して、あと、なんていうかな、この子をもうでっかいこう四角形に見立てちゃったんでしょうね、こういう風に。四角形に見立てておいて、で、四方八方からこうね、幅寄せをしていくという感じですかね。やっぱりちょっと、今回自分のラバルをやっていて一つ勉強になったのは、キング、クイーン、ロイヤルチャンピオンを隣接するような、形で出していくっていう出し方は、
非常によくやってたんですけども、そうじゃなくって全部バラバラに出すことによってより幅広い面を削っていくっていう方法ですね。これを勉強させてもらったかなというふうな気がします。ちょっとなんか収録のあれですかね、調子が悪いかな、少し画面がカクカクになってしまってたらごめんなさい。どうやら少しなんかね、今ちょっと画面に目をやったらカクカク感がありましたね。さあ、最後一本見てもらいたいのはやっぱりちゃちゃまるさんの2発目ですね。まあこれもすごいやばいですね。今回のやつこの配置がやったら多くって、あ、間違えた、ごめんなさい、これじゃないな、今から見てもらう配置がやったら多くてですね、よく、レバレ関西クラクラクラブとも親睦をしてもらさせてもらってるジャーマンさんですね。このジャーマンさん、2回とも前回撮ってて、この方もね、星6なんですけども、その攻めた配置っていうのも、実はこれと同じ、この配置でした。ジャーマンさんは、クイヒーディガホで撮ってますね。で、チャチャマルさんは、スーサイドドラゴン、まあ、ドラゴンらしいですね。まあ、ラバルか。で撮ってますね。で、まずは天才パートです。これきっちりと相手のクロスボウと投石器、あと、援軍クランジョを追っていきます。これまあ、どうなんでしょうね。こっちの2つにも多分ライトニング2発分ぐらいは入れれたかな。今多分、欲張ればですね。まあでも、そのディスアドバンテージもものともしないね、ものすごい強烈なアタックになってるんで、ぜひ見てほしいんですが、これですね、相手のクランチを潰れてるんで、陸のユニットを使ってます。イエティを使って、一気にレイジーイエティで区画を破壊していきますね。まあ、空ユニットを使うときにイエティ使うと陸なので、ラバハウンドとかそういう援軍を釣っちゃうリスクっていうのはあるんですけども、まあ今回みたいにクランチを壊してる場合には、その限りではないですね。むしろ、ライドラとバルーンみたいに、クロノジモンかを使わずに済む分、イエティレイジの方が、コスパがいいということもありますね。まあ、壊す区画がこういうふうに狭い場合、なおさらかなというふうに思います。で、ドラゴンたちをタウンホールにこう めがけて当てていきます。で、こちら側のね、カットもきっちりとこれ、やってるところが見逃せないですね。このカットやってるんで、キングとクイーンがこのルート、中に入っていくルートを描くということになりますね。相手のシングルインフェルノじゃないので、きっちりと、ババヤン、キングとクイーンが、このインフェルノ区画まで、体力を残したまま入っていけると。そのおかげでドラゴンたちは、中央のタウンホール、投石機に、数をまとめてこういけるので、しっかりエナジーサークルの中に入ってますし、頭部の範囲のも全部入っていて、しっかりと体力の維持ができてますね。最終盤の方は、まあ、マルチインフェルノと相手のアーチャークイーン、エアスイーパー、まあ、この辺怖いんですけども、見てもらいたいのは、これだけですね、バルーンとドラゴンが束になっていると、もはやもう止められないんですね。で、まけにロイヤルチャンピオンがとどめとして12時方面からこう出てきて、こっからね、こうさらに、ドラゴンたちが、ちょっと一部逸れちゃってますけどね、逸れていかないように、幅寄せすることによってドラゴン本体が、こっちの9時方面にこうね、向かっていくという形が取れてますね。さらにそこにバーバリアンキング、アーチャークイーンも続いていたので、まだいるのかな、アーチャークイーンまだ生きてるのか。これはやばいな。クロークも残してまだ生きてますね。いるので、ドラゴンたちも、右側に逸れたドラゴンたちも、しっかり延命して、このとてつもない、ドラゴンの数を残しての展開ですね。いや、うまいなと思いました。シャチャマルさん、これはもう本当に、両方とも確か初見だったんじゃないかな。速攻で攻めてこれやってらっしゃったと思うんですけど、あと、2回目の、あれかな、攻めは初見かもしれないですね。うん。まあでも、どちらにしても、アタックの、なんていうんですか、相手の火力を読む力っていうのは、まあ、これはもう経験値から来るものだと思うんですけども、まあ、そもそも、まあ、それを踏まえてって言うべきなのかな、まあ、プランニングですよね。が、本当に、うまくて、まあ、自分はめちゃくちゃ参考になりましたね。このイベント本当に、いろんなね、攻めを見させてもらって、心から、参加させてもらってよかったな、というふうに、おっさんさんには感謝してるんですけども、まあ、その中でもね、あえて MVP 選ばせていただくなら、このシャマルさんかな、というふうに思ってですね、本日開けさせてもらいました。はい。というところでですね、本日、リーダーオブジャパンからですね、お届けをさせていただきました。もしもこの動画が良かったよということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、またね、こういういろんなイベント戦の動画だったり、あと関西クラクラクラブ、あとは TH コンプリーター、さらには GS さんとですね、レベルの高いアタック、どんどんね、皆さんにお届けしていきたいと思いますので、まあ、今後もご視聴いただけたら本当に嬉しいなというところでございます。では本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。